あのね、シェフィーちゃん、あなたのこと好きよ。ねっ、おいっす。おはようございます。あ、目が覚めました？はい、おはようございます。そうですね、魔物の群れに捕まっちゃってます。それじゃあ思い出せるように簡単に説明しちゃいますね。何日か前のことですけど、暇だわ。さっきも言ったけど、時間を凍結させるなんて荒技、少しの間しか持たないわ。溶けてしまったら再構築のカウントダウンも再開される。奥藤さんのおかげで再構築を引き起こそうとした誰かの願う世界にはならないとしても、これから再構築されるアストルムがどんな世界になるかはわからない。前のアストルムと今のアストルムが似ているけれど全然違う世界になってしまったみたいに、次のアストルムもきっと今とは違う世界になってしまう。きっとまた記憶は消されて知らない人同士になってしまう。あるいは私たち全員ロスとして誰もいない世界になるかもしれない。他にももっと悪いことになる可能性だってある。もしかしたら兄さんたちやロストしてしまったみんなが戻ってくるなんて奇跡もあるのかもしれないけれど、ねえ、あなたはどうしたらいいと思う？記憶が消えても再構築でいい世界になる可能性に欠けるか、それとも今すぐみんなを現実に返すか。だから聞かせて、あなたはどちらを選ぶ？これが再構築なのか。ううん、違うわ。私たち今すぐ現実に戻されちゃうってことですか？いやよ、何勝手に決めてんのよ。私あれだけ嫌だって言ったじゃない。猿の塔に集まっていく。現実に帰るために。急ぎましょう。数日前にミネルヴァの懲役が突如として終了し、ゲームに囚われていた人々が次々と覚醒しました。先ほどお伝えした通り、世界中で喜びの声があふれています。しかし懲役による経済的損失は計り知れず、国連並びに国際警察は重要指名手配犯としてネットワーク保護団体旧ウィズダムのトップらを追跡しています。では次のニュースです。政府は引き続き耳の回収を進め、みんなを返すか、再構築を受け入れるか、私だけでは決められない。だから聞かせて、あなたはどちらを選ぶ？
少年が身を削るまでもなく、マナはいずれ倒れるよ。でもさ、それじゃあコッコロタンたちは。うん、その結果として残念だけど、今の君が築いてきた絆は失われることになるだろう。どうする少年、今の君の存在を賭して今の絆を守るか、この場は目を伏せて全てを新しくやり直すか。私にできるのはこの二つの道があることを教えてあげるところまでだ。アキラ、あんた。あなたはどちらを選ぶ？次回、プリンセスコネクトリダイブ、もう一度君とつながる物語。